わけないじゃない。そんな時こそ何を信じるか。この場所にシャレオで全員がヒーローでございますが、この全員がヒーローセブライオンズの今年からずっとなんか応援歌として使っていただけるということですが、このリクエストが多くいただいております。ありがとうございます。サチエさん、サヤさんもマークさんもいろいろいただいておりますが、とても元気が出る曲ですね。全員がヒーロー、ハンドクラップもあって楽しかったです。この方は西武ドームの僕が国歌独唱した時にもスタジアムに来てくれて、一緒に聴いて、その全員がヒーローも聴いていただいたと。今度もね、西武がこのままいろいろ大きくなっていただく なってもらうために、この曲が何かしらのきっかけとして一つでもちょっとでも手助けができるならと思っておりますので、ぜひ試合料の全員がヒーロー、西武ライオンズの全員がヒーロー、こちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでございまして、今夜のレオカルチャーもうエンディングでございますが、土屋レオからお知らせです。ラグフェア、ニューシングル、そしてライブ DVD が10月15日に同時リリースします。両 A 面シングル、グッドグッドデート、レッツハーモニー、あなたがいるからという、偶然にもこの両方の曲テーマが一緒でございます。よろしくお願いします。そしてライブ DVD も出ます。そしてズボンドズボンは毎月のあれ2008-2009が10月からまたスタートします。10月22日はクラブクワトロ、渋谷クラブクワトロでございます。今日はロッカトレンチ、そして、11月も決まっております。11月は13日、そして12月は12月の10日、この渋谷クラブクラウドでツーマンライブやっておりますので、ぜひぜひズボンのズボンのハッピーでちょいで熱い音楽も聴きに足を運んでください。そして私土屋レオもいろいろやっております。マックファンでアップルについても連載をしております。そしていろんなとこで文章も書いたり、いろんなことやっております。すべてのお知らせは土屋レオ創作サイト、グッドレオで創作していただければ、ほほんこいついろいろやってるなと思っていただけると思いますので、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いします。そこからラグフェアのホームページ、ズボンドズボンのホームページにも飛べますので、よろしくお願いします。さあ、そんなわけでございまして、探し物いっぱい、もうさよさんもいただきましたし、夢見る乙女さん、左利きさん、もうすいません、いっぱい読みたいんですけども、もう本当ご紹介しきれません。でも本当ね、メールが頼りでございますから、ぜひぜひメールどしどし応募送ってきてください。さあ、そんなわけで声ももうお別れでございます。ああ、もっと喋りたい。土屋レオ喋ってると体力が復活してくるんです。幸せな30分を過ごさせていただきました。お互いにこれまで以上に素敵な1週間を過ごして、来週またラジオの前でお会いしましょう。お相手は私、レオカルチャーの土屋レオでした。